第8レース予選競争、進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。ダッシュ3抵抗スタート、1号艇の内山ですが、スタートアクシデントの模様です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちくださいませ。スタートアクシデントがありました。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1周1マークでも5号艇小林にアクシデントです。お知らせいたします。1号艇内山文則出遅れ返還欠場。1号艇内山文則出遅れのため返還欠場。1番の組に関する投票権すべて返還となりますので、お手持ちの投票権は大切にお持ちください。1周1マークではアクシデントがありまして、5号艇の小林元希転覆のため失格となっております。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。うちの2抵抗スタート、インから1号艇麻生がトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇麻生、差しが2号艇折下、続いていく3号艇山本の外から4番5番、ワックスレッチへと抜け出します。先頭を突き切った1号艇麻生慎介、リードは4艇陣です。2番手2号艇折下、3番手争い内側に6号艇菊池、外に5号艇田村、1艇陣差3号艇山本と固まっています。スターター前提正常です。2マークは2番手争いまで持ち込んでいくか、6号艇の菊池が先取りさばいて2号艇折下の差し、5号艇田村、最内は3号艇山本でホームへ取り返しています。レースは2周目最終周回、先頭独走1号艇麻生、2番手2号艇折下の内側から3号艇山本、外から5号艇田村で2周の1マークです。2番手は2号艇折下が振り切っていく、3番手外を握って5号艇田村で最後のバックストレッチです。上位の3選手1番、2番、5番、その後ろ離されまして3号艇山本、4番、6番と続いています。今日連勝となりそう、先頭1号艇の麻生慎介、最終コーナートップで旋回しています。2番手2号艇折下博則、3番手5号艇田村圭、ホームへと折り返していまして、体勢変わらず1番2番5番で間もなくゴール、なお後方では1手アクシデントです。先頭1番麻生五輪、2番折下五輪、5番田村五輪、3番山本五輪、4番本橋五輪です。なお6号艇菊池圭介転覆のため失格です。ボートレース江戸川、ウイチの江戸川内数カップシリーズ3日目の戦いは第12レース記者選抜戦を迎えています。なお6号艇森勇希は病気のため欠場となりまして、5艇による競争です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。ドリーム戦競争第12レース、スタートしました。センター勢4番3番あたり、肩から4号艇の飯山でありますが、3号艇が抵抗を引っ掛ける展開。しかし3番4番がおっとまくり絶対風に少々煽られたか、2人が絡んでいる2番5番あたりも煽りを食う展開でバックへ抜けていったが、1番6番と桐本、さらには吉川の2人が抜けています。前提スターター正常、残念ながら1マーク2艇が絡む形で3号艇の吉川義嗣に4号艇の飯山康史、この2選手が失格に敗れた状態です。1番、2番、3番、4番、5番、6番、スタートしました。インから1号艇井口、それよりも先行は3号艇の今井、あるいは4号艇の萩原でありますが、それでも1号艇の井口が先に回りに行く。3号艇の今井はまくり差しを狙う格好、外は4号艇の萩原でありますが、インから1号艇の井口が押し切っています。なお1マークにはアクシデントがあります。1マークにはアクシデントがあります。なお前提スタートは正常でした。1周2マーク、1号艇の井口が先頭でホームに戻ります。3号艇今井と4号艇萩原、この2人の2番手争い。なお2号艇の中口博隆は転覆のため失格です。2番の中口、転覆のため失格です。1番、2番、3番、ダッシュ4番、6番、5番です。
スタートしました。スロー3艇、そして5コース6号艇クラミオなんですが、スタートは新日です。投票権を捨てならないよう大切にお持ちください。1マーク 2号艇の孫崎マクティーテ、うちを6号艇、5号艇、3号艇、なおスタートは新日中6号艇クラミオのスタートが決まるようです。お知らせいたします。6号艇クロミオハラムフライング変換欠場、第3レース6番に関する船券すべて変換です。投票券を捨てならないよう大切にお持ちください。1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。高枠の2人好スタート、1号艇葛原、2号艇佐々木大河、1マーク1号艇葛原博明、3コースから吉川がまくる、1号艇飛びつく葛原、内をついて2号艇佐々木大が、4号艇前の両一でありますが、先頭争い激戦、わずかに1号艇葛原博明優勢も、外から艇を並べる3号艇吉川、最内から4号艇前の両一、2号艇佐々木大が接近。11レーススタート正常です。2マークは1号艇葛原博明先手を取る、くるっと内側4号艇前の差し込んだロボット、3号艇吉川明雄が2番手、後方1アクシデントか、目下のところ1番3番4番の体制となっています。後方5号艇がアクシデントか、レースは2周目に入っています。1番3番4番の体制です。なおお知らせいたします、5号艇葛原海は転覆のため失格、5号艇葛原転覆のため失格です。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。スロー勢が好タイミング、1号艇武田、2号艇浜野、3号艇須藤となっています。先手は1号艇武田、3号艇須藤が思い切ってまくってくる、切り込んできたのは2号艇4号艇バックストレッチも先頭ここは押し切った。1号艇武田2番手ですが、内側ついた4号艇金子、外から一定審査内に変わって3番手に3号艇須藤となっています。後方は2号艇5号艇6号艇スタートは正常、一瞬にマーク先頭1号艇武田、2番手内側から3号艇須藤、切り込んでくるのは4号艇金子、外前は2号艇浜のホーム側、2番手は4号艇金子が優勢、そして3番手は3号艇須藤となっています。上位体系は1番4番3番で、レースは2周目1マークです。先頭独走体制1号艇武田、2番手からは4号艇金子、3番手潜り込んできた2号艇浜野ですが、ここは大きく旋回、3号艇須藤が3番手キープ。上位体系は1番4番3番の体勢です。差がついての4番手2号艇浜野、後方5号艇6号艇でレースは2周にマーク。先頭は1号艇武田、2番手4号艇金子、3番手3号艇須藤、ホームに帰って上位3艇は1番4番3番、レースは最終周回へと移ります。スロー勢が揃ったスタート、しっかりインから押し切っていきました。先頭1号艇武田達也、2番手追走4号艇金子はじめ、3番手には3号艇須藤博道、3周1マークから向こう上面に入っています。上位体系は1番4番3番です。後方ばらけて2号艇5号艇6号艇でラストコーナーへと移ります。今日連勝となりそう。先頭は1号艇武田、2番手4号艇金子、3番手3号艇須藤、確定ラストコーナーからホームストレッチ。上位体系は1番4番3番の体勢、先頭1番武田五輪、2着4番金子、3着3番須藤五輪、2番5番と五輪、なお後方アクシデントとなっています。お知らせいたします。6号艇中山翔太は落水失格、6号艇中山は落水失格となっています。1番2番3番5番4番6番です。スタートしました。いやいや目立ったのは1コース5コースあたりのスタート、その後はスタート後じわっとインから出ていく1番高橋、逃げ展開、先に回った1番の高橋秀樹、上を行く形になったのは2番の澤田ですが、届かず1番高橋、逃走体制を築いていきます。スタートは前提正常でした。逃げて先頭1番の高橋、2番澤田、追いかけての2番手2マークの旋回、内から姿を見せるのは6番の高山、1周2マークですが、ここは2番手キープ、2番の澤田、後ろ3番手6番の高山、3人が早々に抜き出す状況、1番2番6番の順で2周目に入っています。2周1マークトップで回るのは1番の高橋、2番澤田の内を伺った6番の高山ですが、2番澤田がその2番手の内をきっちりと守ります。
6番高山も3番手の位置、変化はない状況。距離感は3停身半前後の坂。4番手4番石井、内から並びかける5番の金子、3番岩井が最後方です。2周にマークの旋回、3番手慎重に回る6番の高山秀夫、外思い切って回った4番の石井、届きません。高山3番手守ります。レースは最終周回に入っています。最後の1マークトップで迎える1番の高橋、2番手2番の澤田、3番手打ち合わせにいった4番石井ですが届きません。6番の高山がこの1マークでもしっかり3番手守って後方では1手アクシデント、5番の金子にアクシデント、3番の岩井はなんとか構想再開できるかというところです。2連単1蓋の組み合わせは 2.2 倍、3連単1番2番6番は 23.3 倍です。先頭1番高橋ゴールイン、2番澤田ゴールイン、6番高山ゴールイン、4番石井ゴールイン、そして構想再開している3番の岩井が今最後の2マーク回り終えて直線コースに戻ってきています。最後方で3番岩井ゴールイン、なお5番の金子純一は転覆のため失格、5番の金子純一は転覆のため失格でございます。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。 2,3 コースがへこむ形になりました。1コース、それから6コースあたりにスタート、角から出ていく4番堀之内ですが、それでも先前は1番の出端1マーク、真ん中割ったのは6番の石田、間を駆け抜けていくんですが、これは2番手までというところ、押し切って1番出端が先頭、スタートは前提正常でした。2番手争い、6番石田のうち並びかける4番堀之内にマークの旋回、先前果たす堀之内、ただ指していったのは6番の石田、後方では大きくいって、これはアクシデントが起きてしまったのは5番の金枯哲也に2マーク、アクシデントが起きています。1番6番4番の上位体系です。なお5番の金枯哲也転覆のため失格、5番の金枯転覆のため失格となっております。